どうもなおちんです。さあ今日も三国無双8やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は呂布を使ってみたいと思います。まだ1回も使ってはないんだけども、まあ毎回強いキャラクターだから大丈夫かと思います。それでは早速行きましょう。では行きましょう。古軍奮闘なんで、まずは3つのところを押さえていきます。なるほど、ああなるほどなるほどなるほど、かなり広範囲のトリガー攻撃ですね。うん、 OKOKOK。 あ、動きめちゃくちゃいい。さすがの量だね。さすがだわ、間違いなく強い。なるほど、トリガー攻撃、ある程度使ってみたけども全部いけるね。うん、全部結構いける感じ。もうやっぱりね、このゲームは斬撃が強い。どうしても斬撃が強いね。隊長たちをワンパンしていけるっていうので、どうしてもそこが強くなっちゃうんだよね。打ち上げも強っ。いけるね、呂布さすがだわ。じゃあ、もうちなみに最後の方なんで、結構敵がしぶといです。じゃあ、なるほど。打ち上げ攻撃のこの走っていく距離が結構えぐいね。あーちょっと待って、攻撃が進ませて周回を倒しときましょう。よっしゃ、終わりと。よし、あと1個、そこか、結構近かったね。潰して終わりだ。よっしゃ、打ち上げで基本的に動いた方がいいか。打ち上げで、そうね、走っていくときがかなりいいので、ここでキャンセルを入れて死にまくった方が良さそうね。おえでしょ、いい。そうだ、これがいい。打ち上げで走りまくったらかなりいい感じになると思います。武装も強えな。じゃあどこいる、いた。で、終わらせる。強っ。内側から攻めた方が早そう。オッケー、危険も全部終わらせたんで、ここでこう取って終わらせようか。じゃあ、オッケー、阻止しました。おお、馬長、俺の大好きな馬長、まず潰して上から攻めていきましょうかね。オッケー、動き出せ。ちょっとね、防衛かなんか誰かいる？防衛いないか？あ、いる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 。ここ潰しときましょう。動くねー、むちゃくちゃ進んでいくねー。おー、帰る。小手調べはここまで。 OK、いるよ、いるぞ、大号令。向こう動いてる？最強の防衛ランチャー動いてるか？させてもらうぜ。あ、覚悟しろ。反対側動き出したな。いい探りだ。危ねえ。よし、最強の具を見せてやる。もういや減らねえな。攻め立てるぞ。よっしゃ、いい感じ、倒せるね。よし、勝った。
最初カイルがここのボスだったと思うんで。終わり。よっしゃ、決戦。速攻ぶっ潰す。どこだ。この先だね。いた。発見。ちょっと待って、挟まった。よし、行くぞ。速攻潰す。カイルどこ。あ、いた。オッケー。待て待て、いい、行くぞ。使う順番間違えた。でも OK。 いいね。待て待て待て、まず無双で痛く削る。むちゃくちゃ削れるね。ここやりにくい。終わりが早い。やめだやめ。はぁ、いやら攻撃力アップ、ダイをつけた時の破壊力が半端じゃない。俺は誰にも負けん。はい、ということで今日は呂布使ってみました。毎回強いんだけども、今回もむちゃくちゃ強いね。とにかく打ち上げ攻撃が半端じゃなく強いんで、あれをしてキャンセルであれをする、もうその繰り返しだけで全然いけます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。